プロデューサーさん、お誕生日ですね。新たな一年の始まりです。祝福してあげましょう。これは聖母からの贈り物です。与えられたことに感謝して、きちんと使うんですよ。日々の償いや誇りをこの日記に書き残すように。どんな言葉が紡がれるか今から楽しみですね。プロデューサーさん、お疲れ様です。これお誕生日プレゼント、受け取ってください。はい、確かに受け取ったわね。さーて、このお礼に何してもらおうかな。あんた、今日が何の日かちゃんと分かってる？バーカ、あんたの誕生日でしょ。大事な日なんだから忘れるんじゃないわよ。